ニコゴリ君、ごめんなさい。待たせるつもりなんてなかったのに。ありがとう。そうね。ニコゴリ君、大丈夫？さっき尻餅ついていたでしょう。大丈夫よ。ありがとう。あ、ねえ、ニコゴリ君、まだ時間ある？よかったら、もう少し一緒に。ええ。そうね。いつもの席、空いているといいけど。ねえ、こうしているところを他の人が見たらどんな風に見えるのかしらね。油断してるとあっという間に試験当日になるから気をつけないと。ええ、好きな方よ。体を動かすと気持ちいいものね。パズルを解いているみたいで。そろそろ帰りましょうか。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。電話したの。ねえ、喫茶店の前まで出てこれる？ありがとう。じゃあ待ってるから。ニコゴリ君、よかった。約束通りに会えて。今日は残念ね。この天気じゃ遠出は無理だもの。でもたまには喫茶店でくつろぐ時間があっても素敵だと思うのね。えここでゆっくりしていきましょう。ここの紅茶、おいしいのよね。この天気で予定が変わったとしても、ここのお茶を飲めるなら構わないかなって思っちゃった。お互い頑張りましょう。
きよ。奥が深いからいくら勉強してもキリがないのよね。あなたも興味があるのね。私と一緒だわ。そろそろ帰りましょうか。今日はどうもありがとう。ねえ、一緒に帰りましょう。ニコモリ君、ちょっといい？あのね、私明日からしばらく学校を休むことになったの。入院するの。手術を受けることになったから。お医者様に言われたわ。いつ倒れてもおかしくないって。事故の怪我、完全に治ったわけじゃないのよ。だから私頑張って手術を受けてくる。もっともっと生きていたいもの。そして幸せになりたいから。ありがとう、ニコモリ君。待っててね。それじゃあ。Thank you.
放課後、付き合ってくれないかな。それじゃあ、校門前で待っててね。約束だよ。お待たせ。さ、行きましょう。うん、ついてくればわかるから。おばあちゃんが眠ってるところ。実はね、つい先日おばあちゃん家の押し入れの中から封筒が出てきたんだって。うん、表にはね、私と二人で封を切って読んでって書いてあったの。だから今日は一緒にその手紙をおばあちゃんの前で見ようと思って。その方が喜ぶと思うし。うん、じゃあ読むよ。全力。この手紙をもしユキコちゃんが読んでいるとしたら、私はもうこの世にいないでしょう。